ノーダウトノー n ウトは1986年に結成されたアメリカ合衆国のスカーパンク、オルタナ、ポップロック系のロックバンド。現在までにグラミー賞を2つ受賞し、世界中で2700万枚のレコード売上記録を持つ。 1986年、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイムにて、当時デイリークイーンでバイトしていたジョン・スペンス、エリック・ステファーニとグウェン・ステファーニの3人が、アップルコア、アップルコアというバンドを結成したのが始まり。この3人でライブをしながら、他に、新メンバーが入れ替わり立ち替わりしていく中、彼らのライブを見に来ていた、トニー・カナルがベーシストとして加わる。 1987年、当初のフロントマンでありボーカルだったジョン・スペンスの自殺を受け、アラン・ビードが一時的にボーカルとして加わるがすぐに去ってしまったため、グウェンがボーカルになった。この後、当時ギターのジェリー・マクマホーンの代わりに、弦ギターのトム・デュモントが参加し、バンドにヘビメタ的要素を加えることになった。すでにその派手なパフォーマンスと地元ファン層を育てていた。 バンドは1990年、設立したてのインタースコープ社とマルチアルバムのレコード契約を結ぶ。しかし、90年代初頭はグランジが台頭しており、グランジの正反対とも言えるバンドのスカ、ポップ、コミック的音楽はなかなか全米的に売れるものではなかった。1992年にセリフタイトルのデビューアルバムをリリースするものの、レーベルからの後押しもなく売り上げが たったの3万枚という失敗に終わった。この間、バンドは全米ツアーを遂行したが、こちらもかんばしくなく、南カリフォルニア以外での集客力のなさを痛感させられた。この頃からエリックはバンド活動に参加したりしなかったりという中途半端な関わりになっていたが、インタースコープ社が彼らの自作に対し、彼らの作曲した曲を受け入れず、 勝手にプロデューサーを送り込んできたことが決定だとなり、1994年にエリックはバンドから正式に引退し、テレビアニメ、シンプソンズのアニメーターとしてのキャリアを開始した。同年、グーェンとトニーの7年に及ぶ関係に、トニーから終止符を打った。1995年、インタースコープ社はこの売れないバンドを子会社のトラウマレコーズに移籍させる。バンドは自主レーベルで、 それまでのシングルを集めたザビーコンストリートコレクションをリリースしデビューアルバムの3倍の売り上げを記録する。また同年後半にトラウマレコーズよりトラジックキングダムをリリースする。このトラジックキングダムからリリースされたシングルが次々とヒットしサードシングルドントスピークはビルボードのホット100エアプレイチャートで16週連続1位をキープを記録した。 ちなみにこのアルバムのほとんどの楽曲がグエンとトニーの関係に基づいて作詞されており、ドントスピークも二人の別れについて書かれた曲である。トラジックキングダムの成功から4年経った2000年に、リターンオブサターンをリリース。しかし、このアルバムのレビューは良かったにもかかわらず、実際の売り上げは芳しくなく、15ヶ月後に、ロックステディをリリースし巻き返しを図る。ロックステディは、主に、 ジャマイカでレコーディングされ、地元のレゲエ歌手とコラボするなど、レゲエやスカイロを存分に取り入れた意欲作となった。この結果、ロックステディでグラミー賞をヘイベビーとアンダーニースイットオールの2曲で受賞する。2003年には過去のシングルコンピレーション、ザ・シングルス1992から2003を発表。翌2004年にはフロントウーマンのグワインが、 ソロ活動を開始し、バンドのトニーやザネプチューンズのファレル・ウィリアムスともコラボした。同年、トム・デュモンともサイドプロジェクトのインビンセベル・オーバーロードを開始した。バンドは2009年、バンドとしての活動を再開し、春から夏にかけて全米ツアーを、またその合間に新アルバムのレコーディングを行う予定である。以下はツアーメンバー。ありがとうございます。